どうも、タクトです。ということで今日も野球の情報を発信していきましょう。このチャンネルではですね、僕が、僕なりの野球に対する考えとか知識をですね、皆さんに分かりやすく、お伝えしたいと思っております。なかなか野球の勉強する場所ないなとか時間ないなという方がですね、この動画を気軽に見ながら何かヒントを得られればいいなと思っています。T アカデミーって僕初めてやっているんですけれども、そっちはレッスンももちろんしたいんですけれども、根底にあるのは野球界を変えていこうというところなんですね。世の中を変えるのは大人と私は思っています。なのでこの動画もどちらかというと野球に関わる大人の方々が見て面白いって思ってもらえるような動画をですね、作りたいと思っています。よろしくお願いします。今日やるのもまたですね、野村克也さんです。野村克也の教え、また今日は、別の視点からのものを紹介していきたいと思います。野村さんのですね、代名詞と言えるようなところではないでしょうか。今日やるのは、野村再生工場人の生かし方編です。野村克也さん、野村再生工場と呼ばれていたりします。ご存知ですかね。これは、他のチームであいつ期待してんだけどなかなか結果出ないなっていう選手とか、昔はすごかったんだけれども、年とともにどんどん衰えていって、あいつもうそろそろ終わるんじゃねっていうふうに思われている選手とかが、野村監督のもとにですね、トレードとか移籍でこの野村さんのチームに行くと、またそこからぐんぐんと成長し始めて、バーンと結果を出し始めちゃうっていうことがよくあった。再ブレイクを果たしたとか、あいつついに結果出したか、昔から期待してたんだけどついに結果出したかっていうことがですね、よくあった。それを周りの人たちが見てですね、どうやら野村監督は選手を生かすのがうまいようだと、なんかやってるんじゃないかということから分かった。それで野村再生工場と呼ばれるようになったって言われてみたいですね。指導者なら言われてみたいですね。タクト再生工場とか言われてみたいですね。そこに行ったら伸びるかもよみたいな。うちの選手なぁ、あいつ、期待してんだけど昔からなかなか伸びないんだよな、もうちょっとなんだよな、どうしようかな、タクト再生工場に連れて行こうみたいな。言われてみたいですね。最後の砦みたいな。どうやって野村さんがですね、この野村再生工場と呼ばれるに至ったのか、選手をどうやって生かしていたのか、再生させたのか、結果を出させたのか、そういうことがですね、この動画を見て、ちょっとでもヒントを皆さんに得られればいいかなというふうに思っております。では行きましょう。で、本題に入る前にですね、今日はちょっと、またいい言葉をちょっと紹介しようかなと思います。野村さん、いい言葉たくさん言うんですよ、本当に。今日は、人生とは、です。人生っていう言葉を聞いた時に、連想されるものが4つあるというふうに言って、4つの局面があるというふうに言ってます。それが、人生、人として生まれる。人として生きる、人を生かす、人を生む、これ4つの局面、この4つの局面になる。これ人生という言葉そのまま、後ろにつける言葉を変えていくと、人生はそのものになるというような感じですよね。じゃあ人としてまずこのように生を受け、人として生まれる、それから、人としての生き方を今度学んでいく、人として生きる、それがちょっと成熟していくと、今度は人を生かす立場になって、最後は人を生んでいく繁殖ですよね。これは人生の、人生そのものというふうになっていくわけ。じゃあ指導者はっていうと、人を生かす立場にある。これは人を生かすは仕事やチーム力を育てるというところを指しています。選手は、人として生きる。ここは使命感とか責任感。そういうところになる。で、指導者は人を生かす立場にあり、そして、人として生きることを選手に学ばせることが大事であるというふうに言っているわけなんですね。ちょっと続けて本の方でですね、文を紹介したいと思うんですけど、ほぼそのまんま野村ノートからの引用になるんですけども、勝敗にはいろんな要素があると。終わってみれば何らかの差で、その勝敗が決する。その中で一番厄介なのは戦力の差で負けるということであると。奇襲戦法や人間の教育、これ野村さんの得意なところですよね、などをやって戦っても、それはその時々で成果は出るんだけれども、年間140試合プロで戦っているとあっという間に元の順位に戻ってしまう。しかし勝敗の差がムードや勢いや変化への対応や心理に基づいた読みといったような分野であれば次につながると。だから勝っても負けてもこういうところで勝負していると次につながっていくということですよね。
チームは2年3年のビジョンで戦えば少しずつでも変わることはできる。だから大事なのは使命を全うするということ、人生を生き抜くという使命感を選手に持たせるということ、いうふうにこう言ってる。なるほどと。だから人間教育が大事だっていうふうに言っているんだと私は思ったわけですよね。結果が出ないと悩みますよね、指導していて。やっぱり選手には野球以外のことも一生懸命やってほしい、野球やりながら野球の中で、他のこともいろいろ学んでほしいと思いながら指導やっていて、でも試合に負けるたびに悔しい思いを自分もして、選手も悔しい表情それを見て、いやー俺のやり方合ってるのかな、いいのかな、もっとこう野球で勝負しなきゃいけないんじゃないかなとか、野球やっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思い悩む。でも大丈夫と。その中でやっていれば必ずチームは成長していっている、そういうふうに言いたいんじゃないかなというふうに僕は思ったわけですよね。よくありますよね、上級生より下級生の方が力があるんだみたいな。3年生1年生で入った時は本当にちょっとひどかったけど、やっとこれぐらいになってきて、ああよかったよかったと思ったら1年生めっちゃいいじゃんっつって、全部切り替えて1年生主体でチーム作りしちゃうっていう、3年生の育成の方も完全におろそかにしてチーム作りしちゃうっていう、これはもう、3年生がですねその中で使命を全うできないっていうのは、これはチームにおいては衰退だと、そういうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。高校野球であれば2年と4ヶ月その中でですね野球部としての活動を選手一人一人が全うする、これが、選手の成長にもつながるし、ひいてはチーム全体の成長につながっていくというふうに言っているんじゃないか、そこが大事だよという話だと僕は捉えました。で、野村再生工場を説明、ここから本題ですね、ここから本題ですね。野村再生工場をまとめてお話ししようかなと思った時に、野村克也ってどういう人かというと、僕はプロデューサーなんじゃないかなというふうに思ったんですね。プロデュースの天才野村克也、プロデュースの、野村再生工場、そういうふうに思いました。自己プロデュースってこれ、全ての人に大事だと思うんですよね。自分のスキルをしっかり、見つめて、でこの周りとの環境とのこの、バランスを考えて、じゃあ自分の役割とか自分の生かし方みたいなのを、考えてこう出していくっていうこと、自己プロデュースすごい大事、これの天才なんじゃないかな、いうふうに思っています。ちょっと自己プロデュースと他者プロデュースに分けてですね、野村さんがやってきたことっていうのを紹介していきたいと思います。自己プロデュースっていうのは、野村さんが現役選手の時にプロ野球の中において、じゃあ自分をどうやって活躍させていこうかね、自分がどうやってプロの世界で結果を残していって高い給料をもらってお金持ちになっていこうかというのがですね、野村さんのまあ一番最初の考えなわけですね。で、大事な局面、野村さんを見てですね、僕がまとめました。データの収集掌握と、客観視点、客観視、これが上手だったというふうに僕は思います。データの収集と掌握、ちょっとまあ、ちょっと難しいんですけど、簡単に言ったらデータを集めて、で、それをまあ自分なりに解釈する、理解して、まあ使うっていうことですよね。使えるようにする。で、まあ客観視は、自己評価をまあしっかりする。これ他者評価から自己評価を生み出すっていうことも言ったりします。他人の評価が一番正確なんだっていうふうに野村さんこれ言っています。つまり他者評価があって自己評価だと。いうふうに言ってる。だからそこをしっかりまずすることで客観視っていうのは磨かれる。それから全体把握ですね。自分の評価だけじゃなくて全体の評価をしていくっていうことです。野村さんね、プロ野球に入るのテスト入団なんですよ。テストって何ってね。なんか昔はですね、今はもうないんですけど、今ドラフトでしか、ほとんどですね、プロ野球入ろうと思ったら入れないんですけども、昔はテスト入団って言って、もう球団がですね、もうね、なんか、本当かなっていう感じなんだけど、新聞の広告がこう一番下のところにあるじゃないですか。あそこのところに、南海ホークス、何月何日入団テストやります。
参加者募集みたいな感じで書いてる。それを見てプロ行きたいっていう人たちが集まってくるっていうような、そんな時代があったらしいんですね。でここでまあ50メートル走を測ったり、遠投を測ったり、ちょっとバッティングを目の前でですね、この首脳陣、球団の首脳陣とかスカウトとかがいる中で、プレーを見せて、でいい選手がいたら、そこからこう入団、契約されるっていう、そういうのが昔はあった。実は野村さんはドラフトとかでは全く関係なくて、このテストで入団してるんですね。テストから這い上がった選手っていんのかなっていう感じなんですけど、本当に少ない、こうごく稀な選手なんですけれども、このテスト入団するときにこのデータ収集、掌握っていうものがですね、光るんですね。まあそれからこの自己評価っていうものがですね、光るんですね。自己プロデュースですね。自分でプロ野球12球団をですね、一個一個で、野村さんがキャッチャーだったので、キャッチャーの12球団のキャッチャーの選手の年齢と、ここ何年間の最近の成績っていうものを自分で調べて、それで一番手薄な球団っていうものを選んだの、ピックアップしたんですって。それで、入団テストがあるっていうことをこぎつけて、そこに受けに行った。一番受かりやすくて、でなおかつ入ってからですね、入ってから試合に出やすい球団を自分で選んで、それで、受けに行ったら見事受かった。多分だからどこだろう、巨人とかに憧れてて、巨人に入団テストを受けに行ったら多分落ちてる。でここでしっかりですね、自己プロデュースで絶対巨人じゃ受かねえなと思いながら、自分で一番受かる可能性が高いところを見つけて、勝負しに行ったというところですよね。それから入団してからですね、なかなか、テスト入団ですから、他にはもう期待されて入団してくる人たちが毎年毎年いる中で、なかなか出番がなかった。でキャッチャーってやっぱりキャッチャーで成果を出そうと思ったら、経験値っていうものがものすごい必要になると。でピッチャーの投げるボールも全然違いますから、だからキャッチャーで勝負しようと思ったらちょっと難しいなというふうに、把握するわけですよ。キャッチャーで勝負しようと思ったら難しいな、じゃあどこで勝負できるかなと思った時に、バッティングならもう完全にこう1対1の勝負で、打ててるか打てないかの勝負なんで、バッティングなら努力すればなんとかなるんじゃないかなっていうことで、最初の3年ぐらいですね、もうバッティング練習だけとにかくやる。それで見事に3年目でレギュラー、そのバッティングがいいっていうことでレギュラーに抜擢されて、4年目でホームラン王を取る。そういうですね、まあ計算をして、そして自己プロデュースしていった。で、そこから選手として活躍していくということですよね。野村さんって監督もすごいですけど、選手としてもものすごい成績残してますからね。まあ、また、今度紹介させてほしいんですけれども、それができたのは、まあ、才能があったから、もちろん才能もあったと思うんですが、それだけじゃなくて、やっぱり自己プロデュースできていたというところに、があるんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。そして何よりもですね、この選手時代の自己プロデュース、自分をどうやって生かすかを考え続けたこの現役時代が、この後の指導者としての他者プロデュースにも生きていくわけなんですね。具体的に話していった方が分かりやすいと思いますので見ていきましょう。野村さんがヤクルトの監督時代にですね、川崎健次郎っていうピッチャーがいたんですね。その選手をまあ見ながら、まあ、どうやって活かしていこうかって野村さん考えるわけですよね。まずは長所を見てみよう。彼の長所は度胸がいいところっていうふうに言うんですね。投げっぷりがすごいいいというふうに評価した。試合ですね、バッターのインコースに、ね、ズバ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 投げ込むような、そういうピッチングスタイルだった。それが長所だと。一方でそういうピッチングスタイルなので、試合でですね、ちょっとしたこう失投、投げミスでホームランを打たれたり、長打を打たれたりして試合を落とすケースが多かった。でそこで、じゃあその長所を生かすためにですね、その不足を補うためにはどうしたらいいかっていうふうに考えてですね、その川崎投手に内角球論とペア論という考え方をですね、提供するんですよ。プレゼントするんですね。俺の得意分野だっつって、
配球の面ですね。内角球論って何かっていうとですね、何のために内角にボールを投げる必要があるのか、そこを考えるということですね。内角球の目的、これを考えさせる。内角球、まあ何のために投げさせるかたくさんある。まあ一つはですね、バッターに意識づけさせるため、意識づけですね。で、意識づけをすることでアウトコースを生かすとか、変化球を生かす。それから体を開かせて、打ち取りやすくする。まあそういう目的があると。インコースを投げるためには。ただ、打たれないからインコースっていうことではなくて、その目的を知ることが大事だよ。こういうのをプレゼントするんですね。それからペア論というので、ペア論というのは配球におけるペアが必ず存在すると。例えばストレート、速いボールに対して遅いボール、チェンジアップとか、シュートに対してスライダーとか、こういうですね、対極になるもの、これをワンペアとして、配球っていうのは組み立てるんだよ。こういうことをですね、川崎投手、投げっぷりのその投手にですね、提供する、教えるんですね。そこからですね、ただがむしゃらにインコース投げるのが得意だからインコースって言っていたピッチャーが何のためにインコース投げるか、インコース投げる必要がない場面はもっと安牌に行っていいとかね、インコースをもっと生かすためにスライダー、チェンジアップ、それからまあちょっと次のピッチャーにも入っていくんですけども、シュートボールですね。インコース、初球インコースを使う大前提として、初球のインコースはストライクゾーンに投げちゃいけないという、こういう決まりがあるんですね。まあ野村さんの中での決まりです。で、その時に活用しやすいのがシュートとかツーシーム系のボールで、これを身につけると、より内角球論が際立つというふうに、言っていて、でそれを川崎投手にもまあ身につけさせた。そういうふうにしてですね、さらに自分の得意分野をさらに生かすためのその考えっていうものを養わせていったっていうのが、プロデュースだったわけですね。で、これは、ですね、これは阪神で、遠山っていう左投手がいたんですね。で、昔は速球派で鳴らしていたと。ただ、今もう年を重ねてきて、だんだん速球が落ちてきた。年重ねたら衰えていきますよね。それでも速球で、まあ、スピードボールで勝負していた遠山選手を見てですね、阪神の監督やっていた時ですね、野村さんが。また彼を見てですね、彼の長所は何だろうっていうふうに考えるわけですよね。で、球が速いことが長所ではないわけですよ。もう、落ちてってますから、球速が。それでまあ、見てて、彼の長所は、左投げってところっていうふうに言うわけですね。左投げが長所なのっていう感じなんですけれども、いや、お前、左投げが長所だと。左投げっていうのは、左投げってだけで有利なんだと、野球は。左投げが有利なんだ、ピッチャーは。だから、お前を生かしたいんだけれども、先発ではちょっとさすがに厳しい。で、左投げっていうところを生かすためには、お前は左バッターのワンポイントで投げなさいっていうふうに言うんですね。なかなかまあですね、ワンポイント登板とかっていうのはそんなになかった時代ですね。その頃に、左バッターに対してだけなら、いけるお前はっていうふうに言って、対左打者のワンポイント登板する。当時のですね、巨人の松井とか、高橋由伸。そこの松井高橋キラーになったピッチャーなんですね。で、さらに対左を強くするためにですね、ちょっと腕を下げて横手投げに、する。で、それから、まあ、ここが思考力になってくるんですけども、左バッターを抑えるためにはどうしたらいいって言って、左バッター対左で戦っている時には、左打者っていうのは、基本的にはアウトコース中心になっていく。逃げるボールですね。そう勝負になっていくから、左バッターは踏み込んでくるんだと。踏み込んでくるバッターに対して、お前はシュートを覚えなさい。シュートしてくるボールを一発投げたら、もうそれで踏み込めなくなる。これでより、対左打者に対してのピッチングが、有利になると。ね、いうことで、それで彼を使っていく。なかなかですね、試合登板がなかった選手をですね、そうやって再生させていったんですね。それから最後に山崎武史選手、これバッターですね、バッター。楽天の話なので結構最近で知ってる人ももしかしたら多いかもしれないんですけれども、まあもともとはですね、中日ドラゴンズのバッター、主砲で若い時にホームラン王も取ったっていう、そういう選手なんですけれども、まあなかなかそこから伸び悩み、35歳で球団を渡り歩いた後にですね、クビになるんですね。戦力外通告を35歳で受ける。で、ああ、もう野球やめようと思ったところで、新規参入してきた楽天に
まあ、加入するわけですね。でその2年目に野村さんが、楽天の監督に就任してくるわけです。そこで野村再生を受けるわけですね。その後39歳だから35でクビになった男が39歳で再ブレイクを果たし、ホームラン王と打点王を獲得するという、しかもそこから向こう5年間でですね、1年平均30本のホームランを打ってるんですよ。250本ちょいで通算本塁打終わるはずだった男がですね、最後400本到達するっていう。で最後にまた中日ドラゴンズにですね、楽天の後に戻って自分の古巣で現役引退するっていう、そういう野球のまあ花道をたどることができたっていう、そういう選手なわけですよね。でのその選手をどうやって野村さんが再生させたか、まあ山崎選手を見てですね、まず長所、これはもうはっきりわかると、彼のパワーだ、まあパワーというか、そうホームランを打つ力、それがもう彼の長所、これも間違いないと野村さんよく言うんですよ。エースと4番は育てられない。でこれどういうことかっていうと、速い球を投げるっていうのと、ホームランを打つ、まあ強いボールを打つ、強い打球を打つ、この2つは天性によるところが大きいっていうふうに、よく言うんですね。だから山崎選手のそのホームランを打つ技術っていうのは、もうその時点で、もうそれを持っている時点で君は特別だよと。じゃあその上で山崎選手の不足しているところはどこかって言ったらですね、これは山崎選手は野球を全然知らなかったというところらしいんですね。もうね、野球を今まで頭で考えてプレーしたことがなかったらしいんです。30の後半ぐらいまで。嘘っていうね。1年目で田尾監督がこう楽天に就任して、山崎選手のバッティングを見てですね、もうこれは打てねえなーってすぐ分かった。もう崩れているところがすぐわかる。で、山崎選手にアドバイスしに行って、ちょっとね、右足重心がどうのこうのっていう話をしたら、右足重心って何すかって言ったらしいですね。右足重心を知らない30後半の、プロ野球選手っていうね。だからもうその野球を頭でこう考えたりしたことがなかった。でそこでも野村さんはこのまままた、もう最も得意分野ですね。いや、これは再生の違いがあるね。って言って、こう山崎選手を呼ぶわけですよね。君の長所は、やっぱそのホームランだよ。パワーだよ。これはね、もう天性なんだよ。すごいよ。でそれを活かすための体力が衰えてきてる。だから昔、その不足を補ってたのは体力とか若さだったわけですよね。それがまあ、落ちてきてるとで。それを補うために、どうしたらいい？決まってるだろう。頭を使ってバッティングしなさい。そういうふうに言うわけですよ。若い時はね、反射神経もあるし、バット振るスピードも速いから、来た球をこうやってバーって見て、見た反応でバーンって打っちゃえば打てた。わしもそういう時期があった。でも、次第に反応が遅れ出す。だったら最初から何が来るか予測できていれば、昔と同じように打てるんじゃないか。って言って、配球を学ばせるんですね。ホームランっていう長所があってですね、まあ体力を昔はそれで補っていたけれども、それが衰えてきて、補うものがなくなってきた時に、思考力、配球を持ってですね、この長所を活かしていこうというふうにですね、野村監督が、プロデュースしていくわけですよ。野村再生工場ってその中からですね、たくさん活躍する選手がこう生まれていったわけですけれども、それは決して野球を教えるのが上手かったというわけではないと。他者プロデュースが長けていたんだというふうに言えるんじゃないのかというのが私なりの見解でございます。で、他者プロデュースするために大事なのはですね、まず相手をよく観察するということですね。相手の実態をまず捉える。その中で相手の一番の持ち味を見つけ出してあげる。ね、長所。野村さんの話を聞いたら分かる通り、技術的な部分であったり、気持ち的な部分であったり、いろんな要素が絡み合って、一番の長所っていうものがあるわけですよ。そこを指導者が見つける。そして、長所プラスアルファですよね。ここが思考力になってくるわけです。考える力。で、能力があんのにあいつうまくいかないなっていう選手はですね、大体ここが欠けていると。能力だけで勝負している場合、この不足を補うところが足りていない。だからパズルがはまらない。というところで、指導者がそのプラスアルファをアプローチできれば、また選手のですね、結果、成績っていうものは変わっていくことができるんじゃないのか。というふうに思っています。まさにですね、この、選手を再生させて、また活躍させるっていうのはですね、指導者冥利に尽きる、指導者の一番のやりがいなんじゃないかなというふうに思います。そのヒントに、この動画がなればいいと思います。ありがとうございました。